コロンビアード砲、コロンビアード砲、または、コロンビアード砲とは、重い砲弾を、広角、低いずれの軌道にも投射する能力を持つ、大口径、前装式の格好砲である。コロンビアード砲は、この特徴のために、鉄鋼弾及び榴弾に関して長い射程を持つことになり、沿岸警備兵器として重宝された。コロンビアード砲は、1811年に、 アメリカ陸軍のジョージ・ボンフォード大佐によって発明され、アメリカ合衆国で米英戦争から20世紀の初頭まで使用された。ただし、アメリカ陸軍以外で使われたものはごく少数である。1811年に完成した最初のコロンビアード砲は合計7.25インチで50ポンドの砲弾を使用した。生産コストが高かったために陸軍は 初期のコロンビアード砲を広く受け入れはしなかった。1844年を過ぎて、やっと8インチの方と10インチの方が、大量生産されるようになった。8インチのコロンビアード砲は65ポンドの榴弾を4400ヤード、鉄鋼弾なら4800ヤード飛ばすことができた。本体重量は9240ポンドであった。10インチのコロンビアード砲は15400ポンドの、 重量があり、128ポンドの榴弾を4800ヤード、鉄鋼弾なら5600ヤード飛ばすことができた。これら中鉄製の兵器は、通常、海岸の台に据え付けられた。ほとんどの場合ピボットの角度は180度未満であったが、360度の回転を許す砲台も存在した。砲の巨大な質量のため、一度据え付けられたコロンビアードの砲台が、 再び移動されることは少なかった。南北戦争の直前、柿キシカントマス・ジェファーソン・ロットマンは、コロンビアード法の改良版を生み出した。それは、彼の名にちなんで呼ばれるようになった。ロットマン法は、大型の鋳造物としては、ひび割れその他の損傷を起こしにくいよう設計されていた。製作時の改良点としては、鉄を内外から均等に冷やすこと。 そして滑らかに先細りになった外形に鋳造されたことである。ロットマン式工程は、より外口径のコロンビアード砲を製造する際にも適用された。1858年から南北戦争の終わりまで、北部の鋳造工場では8インチ、10インチ、15インチ、20インチのロットマン型コロンビアード砲を生産した。 8インチ口径のものは旧式と同じ性能を持つに過ぎなかったが、15インチのものは25トン以上の重さがあり、400ポンドの砲弾を5000ヤードも飛ばすことができた。怪物こと20インチのコロンビヤード砲は60トン以上の重さで5マイルの射程を持っていた。この型はごく少数が作られたに過ぎず、実戦で使用されたことは一度もなかった。 南部連合も広範囲にわたってコロンビアード砲を使用した。その在庫はほとんどが分離独立時に北部側の兵器庫から獲得したものだった。これらは初期の走行管理への有効な対抗手段となった。付け加えると南部連合は品質の劣る8および10インチのコロンビアード砲は生産した。南部連合は性能の向上を求めてコロンビアード砲に ライフリングを施すことも試みている。南北戦争の後、アメリカ中で多くのコロンビヤード砲が海岸の要塞に放置された。1870年代の終わりにはいくつかがライフリングされ新しい鋼鉄装甲換を打つテストがなされたが、結果はかんばしくなかった。予算の都合上、陸軍は現代的な砲がそれにとって変わった。 米西戦争の後まで格好式のコロンビアード法を在庫一覧に残しておいた。今日では19世紀の海岸の要塞を記念した公園に数多くのコロンビアード法が展示されている。アメリカ全土の裁判所を未だに守護しているものもある。原著の挿絵よりジュール・ベルヌの小説地球から月へにおいて月に砲弾を打ち込む目的で南北戦争後のフロリダ州ンパに 巨大コロンビヤード砲が建造される。砲弾ははじめアルミニウムの中空球体にされる予定だったが人間を運ぶために弾丸型へと変更される。現在では加速度と空力加熱の問題からどちらの着想も不可能であることが知られており、マスドライバーなどより現実的な構想でははるかに長い方針と様々な技術を使って人間ではなく、 物資を輸送する用途が想定されている。この小説中のコロンビアード法は6フィート厚の鉄で鋳造され、長さは900フィート、そして合計9フィートである。重さは6万8000メートルトンもあり、それゆえにレールに据えられるのではなく、地面に直接埋め込まれている。この法は40万ポンドの面火薬を装填され、砲弾に 地球の大気圏を離れて月に届くだけの速度を与える。ディズニーランドパリに作られたスペースマウンテンにはこの大砲が建設された。ありがとうございます。